なんだろうね、まあ、ブロッコリー収穫するときに大きさがバラバラだったりすると、あ、このブロッコリーは今日取ろう、あのブロッコリーは明日取ろうっていうふうに選びながら迷いながら取っていくじゃないですか。例えば僕もナスとかね、ほうれん草とかやつだけど、あの取ろうかな、取りまいかなって、作業自体は 1、2、3、1、2、3、1、2、3 っていうふうに作業自体は実は早いんです。この迷う時間っていうのが実は一番時間かかるんです。でこれは作業、農作業だけじゃなくて、経営もそうなんです。例えば設備投資をするべきかしないべきか、営業でそこにあのこのその値段で下ろすべきか下ろさないべきか、あそことの取引を続けるべきか続けないべきか、この従業員雇うべきか雇わないべきか、辞めさせるべきか辞めさせないべきか、ね、台風が来てるけども被覆資材のビニールね、上の被覆 PO があるでしょ、あれを、剥ぐべきか剥がないべきか、この悩むっていうのが一番時間かかる。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒にね耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマはこちらです。今日は時間の使い方を上手になろうというようなお話をしたいと思います。まあ、その前ちょっとお知らせですけども、まあ、8月12日ですね、またあの農美事セミナーというのをやります。今回ですね、あのデジタル農業が未来を変えるということで、まあ、なんかちょっと難しそうだなと思われるかもしれませんけども、まあ、要はデジタル農業、まあ、よりデジタル社会なんて言われてますし、まあ、デジタル田園計画なんてね政府も出しています。まあ、全て今ねどんどんデジタル化していってるんで、いや農業とそのデジタルどう関係あるのと、これめちゃめちゃ関係あるんですよね。でそのデジタル化していくっていうのが、まあ、どういうことなのか、そしてどうしてデジタル化することがあの、まあ、利益になるのか儲かるのかっていうふうなね、非常にこれから農業一生懸命頑張ろうと思う人にはね、ほんと欠かせない、まあ、内容になっています。でこれをね知ってるのと知ってない、まあ、実践するのとしないのでも大きくこう変わってきますので、まあ、ぜひね、まあ、ちょっとこれからの農業ね、どんな農業になっていくんだろう、こんなこれからの農業どんなふうにしていけばいいんだろうというふうに、まあ、いろいろねご心配の方、まあね、意欲的な方はですね、ぜひご参加いただきたいと思ってます。8月の12日の19時からこれオンラインでやりますんで、まあ、お申し込みはですね、概要欄にお申し込みの、フォーム入れております。でそちらからあの、まあ、定期的にね参加したい、農美事セミナー毎月やってますんで、まあ、定期的に参加される方は農美事 VIP 会員というのをお申し込みいただければ、あのもう毎回参加できますし、まあ、今回だけ参加したいとか、まあ定期的じゃなくて、まあ、面白い自分が興味ある時だけ参加したいという方もね、個別にね、農美事受講券だったかな、まあ、そういうのを、ね、お求めいただくと、参加でいただけますので、まあ、ぜひねそちらの方もご覧いただければと思っています。さあそれでは早速ね、今日の本題なんですけど、時間の使い方上手になろうって、これですね、もうなんだかんだ言って最終的にはここにたどり着くんですよね。で、まあ、よく言う、経営のねビジネス、まあ、いわゆる農業経営はこういうことですよなんてことで、僕もね農業ビジネス農業経営もいろんなところでねお話してきます。じゃあ経営ってなんだなんていう、まあ、改めてですけど、まあ、経営っていうのは人物金っていうものを、まあ、上手にね活用しながら利益を上げることだって、まあ、これが経営ですよね。で経営者っていうのは何かというと、この人物金っていうものを上手に使う人、使える人、だからお金を準備するのも経営者の仕事、人を準備するのも経営者の仕事、そして、物をね、準備するのも経営者の仕事で、そういうものを整えることによって、うまく組み合わせて、例えば、100万円準備した、いわゆる資本金ってやつですね、100万円持ってたものをどうやって150万にするか、どうやって、1000万にするか、どうやって、1億円にするかっていうふうに、お金をね、まあ、増やす、いわゆる利益を生み出す、まあ、これをビジネスというんですけれども、まあ、これを総合的に経営というわけですよね。だから我々はこの人物金っていうものをいかに有効活用するか、これ経営者の脳です。これ従業員はあんまり考えないですよね。従業員さんは言われたこと、言われたミッションを、まあ、遂行する。だから社長、うちのお金はこんなふうに使いますよって、今日君が決めるんか、役員がそれを決めるから、お金の使い方っていうのはね。で社長こういうもの使い、あの、ね、必要ですよって、まあ、提案はいいでしょうけど、最終的に判断、最終的に決断、そして最終的によしじゃあこれでいこうって実行、この判断決断実行っていう最終ジャッジメントをするのが社長ですよね。だからこのね動画見てくださってる方は社長さんが、まあ、非常に多いと思いますんで、まあ、社長さんね、自分で判断してますか、そして自分でよしじゃあこういうふうにするんだって決断してますか、そして実行してますかって、まあ、こういうことになります。
いやでもね、中にちょっとね話ずれるんですけど、中にはね、いや社長になったんだけども親父がさ口挟んできてっていますよね。もうほんと息子に任せりゃいいのに、もういちいち口挟んでくる。で親父の考え方と自分の考え方と基本的に違うし、今度は奥さんと自分の考え方が違う、もしくは役員と考え方が違う、いろいろ考え方が違うのは当然なんですけども、最終的には自分が決断するんです。だから話は聞くべきですよ、いろんな意見としてはね。でも最終的には自分で決める。でも自分で決める時の判断材料っていうのが、なければ、どうしようかな、山下さん右がいいですか左がいいですかとか、いろんなことね相談あるんですけど、このみんな判断に迷うんですよね。でその判断に迷わないようにするために何を必要なのかって言った時に、やっぱり勘や経験だけではなくてデータや記録、これが前回のねデジタル農業の基本になる。で今回は、時間の使い方です。時間の使い方で結論言うと、成功できる人っていうのが時間をうまくコントロールする人、まあ、もっと言うとうまくいってる人、人生成功してる人、ビジネスを成功してる人っていうのは時間があるんですよ。なんか成功してる人って忙しくしてるっぽいけど、でも忙しくしてるけど、あの人たちは時間を上手に作ってるんですよね。で逆に、まあ、言い方は良くないけど、なかなか人生がうまくいかない、なかなかビジネスがうまくいかない、なかなか農業がうまくいかない人っていうのは本当に忙しい忙しいって言って時間に追われてるんですよね。さあここですよ、ここをね皆さんがね上手にねなれるかどうか。まあ僕もね平成元年から農業を始めて、平成7年に経営をし始めて、で平成12年かぐらいまではもう本当に時間が足らない、もう1日24時間働いたってもう足らないっていうぐらい働いてたけども、本当ね、まあ、正直言うと容量が悪かった、時間の使い方がめちゃくちゃ下手だったんです。だから1日体を使って14時間働いてたんですけど、であれはねやっぱり良くなかったです。世の中成功するにはもうパターンっていうのがありますから、もう自分ががむしゃらにやっておけばなんとかなると、そういう時代じゃないです。合理的に容量よくやっぱりいかなきゃいけない。でそれに気づかせてくれたことがあったんですよね。結構僕ね27ぐらいの時からいっぱい本読んだんですけど、その時に何て書いてあったかというと、ビジネスとは忙しくない状態のことであると書いてあったんです。なんだそれはと、ビジネスは忙しくない、いやいやビジネスやってる人たちってなんか忙しそうじゃないって、違う違う違う、ちょっとこれ強引なね言葉遊びかもしれないけど、ビジネスいいですか皆さんね、農作業しながら頭でちょっと想像してみてください。ビジネスっていうのはビジネスなんですよ。ビジネスつまりビジーっていうのは忙しい状態ね、ビジー忙しいことがビジネスっていうのはじゃないということは忙しくないビジネス、なるほどとちょっと強引かもしれないけど、僕はこれがねめちゃくちゃストーンと入ったんですよ。そうかと、俺は忙しくするのがいいって思ってたけど、いかに忙しくしないかっていうこの思考がコロンと落っこちてたんですよ。でポトッとね落っこっちゃってたんです。皆さんもそうじゃないですか。なんかね、今山下さん何、俺忙しいのがいいと思ってた、違う違う逆なのよ、いかに忙しくない状態を作るか、もうこれだけ、これの考え方が違うだけでもう3年後5年後10年後全然変わります。僕これに気づけたんですよ。あなるほど、忙しくない状態、忙しくない、まあもう持ってるとあ暇だなって、どうやったら暇になるか、これですよ、これを追求するんです。でも僕も徹底的に追求しました。どうやったら暇になるかって、ね、でももう当時はもう、ね、髪の毛振り乱して仕事してたわけですよ。その時に暇を作る、無理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 って思ってたけど、まあまあ皆さんもそう思うでしょうね。だけどどうにかやってこう時間を作る、これをですねぜひ皆さんね、諦めないでください。どうにかって時間を作る、まあ、まずそういうふうに思考をこうチェンジしないとそこにたどり着かない。でほとんどの人はこの自分の時間を作業に使ってるでしょ、作業。だまあね、まあ、仕方ないですよ、農業はねもう本当作業労働というのが大事ですけど、でもこの作業をやっぱり今まで、3時間かかってたものを2時間で終わらせる、これも時間を作りますよね、うん、今まで3人でやってたものを2人でできるようにする、これも時間を作ることになりますよね。こんな風に容量を良くする、効率を良くするっていうのが実は非常にこの時間を作る。でもっと言うと社長さんだったり、まあ、経営者さんだったり、まあ、農家さんもね経営者さんなんですけど、そういう人たちで、要は自分がいなくてもやっぱり
農場の生産ができる仕組み、だからまあ例えばロボット入れるとか、まあ、自動運転装置を入れるとか、まあ、従業員雇うとか、まあ、もうそれもそうですよね。だからいかに自分がいなくても回る仕組みを作るか、いわゆる仕組みを作るんですよね。だからついつい我々農業者っていうのは物を作ろうとするんだけど、やっぱり人生っていうものを考えた時、もしくは成功とか、利益を上げるっていう部分を考えた時に、物で利益を上げるんじゃなくて、実は時間を作ったり仕組みを作ったりした方が利益は上がるんですよ。なんかうまく伝わってないかもしれませんけど、だからどうしても自分の時間っていうものをめちゃめちゃ意識して、自分は何に時間使ってるんだろうなって、自分はね、あなたがそこで働くことも非常に大事だけども、あなたがそこで一人働いたって、どれだけ頑張ったってマンパワーは1なんですよね。でそれを自分が働くことによって3にも5にも10にも20にもできるようにしなきゃいけない。そのためにはですね、仕組みがいるんですよ。でその仕組みっていうのが何かというと、いわゆる一番時間かかるのはですね、一番時間かかるのは実は迷いなんですよ迷いが一番時間かかる。例えば収穫する時ですよ、例えばなんだろうね、まあ、ブロッコリー収穫する時に大きさがバラバラだったりすると、あ、このブロッコリーは今日取ろう、あのブロッコリーは明日取ろうっていうふうに、こう選びながら迷いながら取っていくじゃないですか。例えば僕もナスとかね、ほうれん草とかやつだけど、あの取ろうかな、取り前かなって、作業自体は 1、2、3というふうに、作業自体は実は早いんです。この迷う時間っていうのが実は一番時間かかるんです。これは作業、農作業だけじゃなくて、経営もそうなんです。例えば設備投資をするべきかしないべきか、営業でそこにあのこのその値段で下ろすべきか下ろさないべきか、あそことの取引を続けるべきか続けないべきか、この従業員雇うべきか雇わないべきか、辞めさせるべきか辞めさせないべきか、ね、台風が来てるけども被覆資材のビニールね、上の被覆 PO があるでしょ、あれを、剥ぐべきか剥がないべきか、この悩むっていうのが一番時間かかる。で社長も悩む、現場も悩む。だから現場作業が遅い時ですね、なんで遅いかっていうと悩んでるからなんです。もう何も考えずにただ手だけ動かせてたら意外と作業早くなるんですよ ね。だからこの今日は時間の使い方なんですけども、時間はとにかく自分で意識して作らなきゃいけないんですよ。でその時間を意識して作るのに、仕事を効率よくしなきゃいけないんですよ。でその仕事の効率を良くするときに今不可欠なのが、まあ、ちょっと最初の話に戻るんですけど、今度ノービジセミナーでやるデジタル化っていうのがめちゃめちゃ時間を短めることができる。例えばですよ、今、こうやってほら動画作業しながら聞かれてるじゃないですか。これって、まあ、イヤホンで聞かれてるのかな、これってわざわざ、僕九州にいるんだけど、九州まで来て山下の話を聞かなくても、このデジタル化されたことによっていつでもどこでもスマートフォンで今作業しながら今聞いてらっしゃるじゃないですか。これめちゃめちゃデジタル化です。だからあなたがデジタル化したそのアイテムを活用できてるからなんですよ、でもしね、みんなちょっと今度集まってって言った時に一人一人電話して10人に電話して、あごめんその日都合が悪いんだ、分かった、じゃあスケジュール調整してってまたみんなに電話する。それってちょっとアナログじゃない。でそれをさ、今度 LINE っていうデジタル機器を使って、ね、みんなで一斉送信ピューンって、都合悪い人はお知らせくださいってポーンって、めちゃめちゃ時間短くなってません？そうなんですよ。つまり我々は今何を努力しなきゃいけないかっていうと、時間を短くする、時間を作るっていうことなんです。そのための仕組みやアイテムがいろいろあるじゃないですか。でその代表的なものがやっぱスマートフォンだったりパソコンだったりするわけですよ、ね、すごいでしょ。こういう時代なんです。だからいちいち営業に行かなくても SNS 上で宣伝告知もできるわけですよね、でも宣伝告知するけど言葉が分かんないって言った時に、例えば外部に発注する、そういうコンサルに頼む、だからそういうふうに、なんだろう、例えば今度の ま、 あ、ね、またセミナーの宣伝で申し訳ないけど、セミナーとかにこう参加するっていう時間、自分の時間を何に使うかです。でそういうふうに時間、そっちに時間を作ることによって、ああなるほどなっていうふうに判断材料ができるわけです。で判断材料ができたら
決断するわけ。だから今まではどうしようどうしようって言って答えが分からなくてこうやってうじうじしてたのをなるほどって思ってそこでデータ情報を入れることによってあじゃあ右なんだって言ってスピーディーに動くことができるんです。だから本当にこのデータ情報というのは非常に必要 でそれを今まで、本を読んだり、紙で来てたじゃないですか。でこれ全部デジタル化するんですよ。だから本も例えば Kindle で読むとか、あまあ別に本読んでもいいけど、で本屋に行って本買うのもいいけど、例えばネットでパンとクリックすれば明日に本が届くわけじゃないですか。そんな風に我々は農業とはいえこんな風にデジタル化しできていた人たちだけが時間を有効かつ短めることができるんですよね。そうしていく農家とそうしていかない農家、どっちが将来、コスパが良くて利益を上げる農家になれるでしょうかって、ごめん、一目瞭然ですよね。一目瞭然です。だからぜひね皆さんね、まあ、今度のセミナーも参加していただきたいんですけれども、時間というものに意識してください。だからああなんだ山下さんデジタル農業のなんかセミナーってなんか難しそうだな、違うんです。どうやったらあなたたちの時間が残るか余らせるか作ることができるか、そういった話なんですよ。だからぜひねそういったのに話して、あなるほどと、今自分は時間を何に使ってるんだろう、家族や親や子供やパートナー、そして近所のねお付き合いだのね地域の役職、ね、もしくはねボランティア活動、ね、やっぱ消防団とかも大事ですよ、僕も言ってましたけど、そして、趣味娯楽遊び、何に時間を自分は作ってるのか、ね、仕事に時間を使ってる、でもその仕事、まあ、それも大事ですよ、だけども休みも大事じゃないですか。だからいかに効率よくできるところは 外部に発注したり人に頼んだり、もしくはデジタル化していく、この時間をみんなが作れる農家にならないと、これ3年後も5年後も10年後も変わりませんよっていうような、まあ、お話なんです。さあ今回時間の使い方を上手になろう、成功できる人は時間があるというようなお話です。実はこれね皆さんにも言ってますけど、これ自分にも言い聞かせてます。私も本当に時間を作るのをね大事にしてます。でそこで私はなんとめちゃくちゃ時間を有効に使う方法を覚えたんです。それがオンラインなんです。なんとこの、時間、ね、たった、20分ぐらいの時間なんですけど、この時間を使うことによってなんと何百人何千人の人に僕はこうやって情報を伝えることができて、デジタル化ってすごいな。そして今全国の、ね、約100名ほどの、ね、農美寺会員の人たちと、ね、オンラインでやり取りができているわけですよ。わざわざ北海道や、ね、新潟や、ね、東京とかに行かなくてもオンライン上でやることができる。もう移動する時間をこうショートカットする。で、そうすることによっていろんな人、たくさんの人と話ができたり情報交換できたりする。これ便利だと思いません？私はもうすでにデジタル農業を先に始めています。ぜひ皆さん方もですね、デジタル化することによって時間を上手に作っていく、人を使う、そしてアウトソーシングすることによって時間を上手に使う、まあ、そういった農家になりませんか？というようなお話でした。はい、ということでね、今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか？脳は耕されましたか？もっと脳を耕したい、そしてもっと農業で成功したいという方は、こちら、農美寺セミナーメール講座を毎週お届けしています。詳しくは農美寺で検索してください。それではまた。